奄美大島の魅力はこの日差し光とかがある中での海はすごく綺麗だと思います。もちろん山の中とか太古から伝わる日陰へごを中心にですね、いろんな奄美の固有種の植物がたくさんあったり残ったりもしてます。奄美のゾロ染めはまず奄美大島に自生しているシャリンバイを採取するとこから始まります。その中で僕らは染めている側ではなくて奄美に染めをさせてもらっている側ではありますので、この環境があってその1300年続いてきたこととかを後世にやっぱ残していかないといけないと思うので、そういった配慮は常にあります。自然の中で歌う島唄の格別さっていうのは、夏だったらセミが力強く鳴いてたり、そよ風が吹く、その風に吹かれる葉っぱの音だったり、こういう本当に毎日違って聞こえる音の中でやっぱりその時その時の歌も変わるんですね、自分自身の。ジープっていう車に関しての僕のイメージはやっぱエネルギッシュでワイルドっていう、まあ、イメージが先行してくるんですけども、機能性も持ちながら時代のニーズに合わせていくっていうことが車でできているっていうのは逆にいい刺激になるなと思います。古き良きものに魂であったり思いを、この時代なりの熱い思いを持った人たちが吹き込んで、そこからまた新しいものになっていく。伝統を作ってきたスタンス、姿勢を守り続けていけたら、すごく今後も面白くなっていくんじゃないかなと思っています。